ゴーゴシン 1!Thank you for watching my channel 本日はですね新しくナイフを購入しましてそちらの紹介をしていきたいと思うんですがこちらにありますオニキスブラックコレクションって書いてるんですけどもビクトリノックスの新しく出たナイフなんですけどもこれがですね渋いんですよで 1>, 1週間ぐらいですね僕はアマゾンでずーっと悩んでてあ欲しい欲しいグッあこれがですねまあこのブラックコレクションの中でもレンジャーグリップ5号っていうあのナイフなんですけどもあ僕の野望っていうか名前が5号新一だからあっ5号いいじゃんって思って押しちゃえって言ってポンってもう買っちゃったんですよねで今日僕の中身見るのですね初なんですけども あの楽しみにしてましたので今日は開封レビューということで紹介していきたいと思いますそれではですねこちら開封していきたいと思いますスリーツーあっこ,こ,こういう開け方か <laughs> すいません <laughs> これがついてました <laughs> ごめんなさいスリーツーワンオープンはい説明書が入ってますでうわっ かっこいいです渋いで、今回ですね、現物見るの僕もですね、初になります。はい。こういうような形でですね。で、まずこちらを選んだもう一番の理由がですね、こちらのハンドルもそうなんですけども、中の歯もですね、うわっ、カチンと。ブラックなんですね。すっごいかっこいい。 これはペラペラがついてんのかな表面はあこういうものなのかなはいすごいかっこいいです。であとはこういうもんですね。ここらへんは何かビクトリノックスのおなじみのっていう感じですね。うん こんな感じではいでえー、とこちらこれはまあ線抜きですねであとは硬いすごい硬いな何がついてんのかなあ,あとノコギリですねよいしょすんごい長いノコギリがついてる あこれ一緒に一緒に開くとすいませんちょっとグダグダなレビューになってますけども毎、まあ、回ちょっと見てもらいましょうかねこういう感じになりますであと箱にこっちも説明書かなはいこちらは英語表記の説明書でこっちは日本語表記の説明書が入ってますすごいかっこいいですねもう見るからに渋いっていう感じですね もう一個ここついてるんですけどねちょっと固いんですよねほすいませんちょっとここが開かないでえー、とここですねこれもおなじみのつまようじとピンセットかなでビクトリノックスここまあ白いんですけどこのブラックカラーモデルっていうことでここのつまみ口も黒になってるっていうのが特徴みたいですねうんすげえかっこいい 重量感がものすすごくありますちょっとナイフだけにして太いなちょっとさすがにちょっとバトニングとかはちょっと怖いですけどもこういうような形になりますでこちらのですねあのオニキスのコレクションのマルチツールはですね3種類出てるみたいであれこれはしまう時はどうするんだあれどっか押すんだろうけど ちょっと出しっぱなしでちょっと僕も初めて触るんでこれのしまい方があのちょっとわからないんですけどまた後日紹介しますでこちらですねえっとレンジャーグリップ55っていう形なんですが他にもですねスグネチャーライトっていうのとスパルタンっていう3種類ですね出てるみたいです僕はですねまあ最初説明したようにですねこの ゴーゴーっていうあの名前にですねなんか押されて買っちゃったんですけども一番大ぶりのものであのごっついタイプのものになりますでもう一つ特徴がこちらの刃もですねブラックなんですけどもこちらですねポリスペクトラルコーティングとあ言えた言えたポリスペクトラルコーティングとすごい長ったらしい名前なんですけども あのコーティングされてるみたいなんでまあこちらステンレスなんですねまあサビはしづらいかと思うんですけどもこのコーティングをするおかげで対摩耗性と対色抵抗性ということでまあ何だろう簡単に言うとこちらがまあ削れづらくて色も変わりづらいということなんですかねそういうような特徴があるみたいですいかがだったでしょうか 今回はですね開封レビューということでこちらのビクトリノックスのオニキスブラックコレクションのレンジャーグリップ GOGO の紹介だったんですが今後ですねこちらのナイフを使ってですねキャンプを楽しむような動画もですねアップしていけたらなぁと考えておりますのでそちらも動画をお楽しみくださいそれではまた僕の動画でお会いしましょう